皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。今年に入りさまざまな新しい挑戦を続けている BE:FIRST がまた新しい快挙を成し遂げました。7月1日にリリースされた k p o p グループの e e s とのコラボ楽曲、ハッシュハッシュがビルボードジャパンの総合チャートで1位を獲得したのです。参考 b e f i r s t x ATEEZ、ハッシュハッシュが DL とラジオを制して総合首位。 もちろん b ファーストといえば、4月にリリースされたマスタープランがビルボードジャパンの総合チャート1位を獲得し、6曲の総合首位獲得をしているグループですので、今回のコラボ楽曲の総合1位獲得自体は順当な結果と言えるかもしれません。今回、特に注目したいのは b ファーストとと a ティーズのコラボ楽曲が。 b f i r s t がグローバル進出するための新しいアプローチという側面を持っている点です。国と言語を超えたボーイズグループのコラボ今回の b f i r s t と a t z コラボが非常に興味深いのは日本と韓国、j p o p と k p o p 日本語と韓国語というさまざまな境界線を超えて2つのグループがコラボを実現している点です。実際に楽曲を聴いていただくと 両者がそれぞれ英語で歌い始めた後に B ・ファーストは日本語でィーズは韓国語で歌唱するといういわゆるトリリンガル楽曲になっていることに驚かれる方が多いと思います従来こうした国を越えたアーティストのコラボやフィーチャリング曲ではどちらかの国の言語に揃えたり英語の楽曲にしたりすることが一般的だったと思いますが今回の B ・ ファーストとエイティーズのコラボはどちらかの国に寄せるのではなく、あくまで対等なコラボになっているのです。もちろん、ハッシュハッシュのメガボルトが B、ファースト側の YouTube に投稿されているように、今回のコラボを主導したのが B、ファースト側であることは明白です。エイティーズは、昨年 B、ファーストが所属する BMSG の代表のスカイハイさんが主導する BUNK。ショーケース。 にも出演していましたので、これも今回のコラボへの布石の一つだったと言えるでしょう。実は今回のコラボについてはスカイハイさんがグローバル進出のための新しいアプローチという予告をされているのです。4つ目のグローバル進出の選択肢これまでの日本のアーティストの海外進出というのは、基本的に大きく3つのアプローチに分けることができます。1、海外活動を中心に。 まず一つ目のアプローチは、シンプルに活動の中心を海外にすることです。象徴的な成功事例としては、ベビーメタルや XG が挙げられるでしょう。特にベビーメタルは2010年に結成されたグループですが、現在は日本国外での活動を主軸にしており、直近ではヨーロッパのさまざまなフェスで大量の観客を動員している動画が SNS に多数アップされています。また 今年は米国中を回るツアーも予定されているようです。XG も今年に入って日本の音楽番組に出演するようになりましたが、2022年のデビューから2年間は、基本的に日本の音楽番組には出演せず、韓国を拠点に海外のフェスなどを中心として活動を行っていました。その結果、新曲「w a クア u p がビルボードのグローバルジャパンソングスを6週連続で首位になるなど、 海外にににすすでで多くののファンを作るることに成功しているのです2アアニメタイアップ2つ目の選択肢は最近の日本のアーティストのグローバルヒットの鉄板ルートとも言われるアニメタイアップです昨年世界でも大ヒットとなった YOASOBI の「アイドル」はアニメ「推しの子」のタイアップですし今年世界で大ヒット中のクリーピーナッツの「ブリンバンバンボーン」はアニメ「マッシュル」のタイアップです さらに、昨年、米国でゴールドディスク認定の快挙を成し遂げた米津健史さんの、キックバック、ワーアニメ、チェンソーマンのタイアップで、米津さん自身もゴールドディスク認定はアニメのヒットのおかげであることを明言されています。3、メロディーが TikTok で話題に、さらに最近、日本のアーティストの世界ヒットの3つ目の新しい選択肢として注目されているのが、ネット経由、特に TikTok 経由でのヒットです。 最も象徴的なのは、タイの TikTok で注目された後に世界的なヒットとなり、現在でもビルボードのグローバルジャパン・ソングスのトップ10入りを続けている藤井風さんの「死ぬのがいいわ」でしょう。参考藤井風「死ぬのがいいわ」のコメゴールドディスク認定の快挙で考える日本語楽曲の可能性。昨年は今瀬さんの ナイトダンサーが TikTok を中心に話題となり、韓国で大ヒットしましたし、最近ではアニメタイアップのアイドルやブリンバンバンボーンのヒットには TikTok も大きく貢献したと言われています。TikTok で話題になるような印象的なフレーズやメロディーが、グローバルヒットの一つの要素になっているわけです。一方で、スカイハイさんと BMSG は、上記の3つのグローバル展開の選択肢とは別の、 4つ目となるグローバル展開の選択肢について長くプランを練っていたようです。10日交換でのグローバル展開、実はこの4つ目のグローバル展開の方法については、書籍「ヒットチャート解体新書」に掲載されている著者のビルボードジャパンの磯崎誠司さんとスカイハイさんとの対談の中で明確に言及されているのです。今4つ目で考えているのは 分かりやすく国内での価値を高めて投下交換していくって作業で来年の B、ファーストはこれに取り組みたいなと思っていますね中略、B、ファーストのグループ単位でのコラボレーションっていうのが来年は一つ目標としてありますこの投下交換というのが日本に強い B、ファーストとグローバルのリーチが強い a t ティとのコラボレーションということだったわけです ィーズは日本でこそまだ大きな知名度はありませんが、YouTube のチャンネル登録者数は400万近く。今年は世界最大規模の音楽フェスであるコーチェラに k p o p のボーイズグループとして初めて出演を果たした、世界的に人気のあるグループです。b フ f i r s t が今回そのィーズとコラボを行ったことで、分かりやすい結果として出たのが、 世界25の国と地域で iTunes の J-POP ジャンルの1位を獲得したというニュースでしょう。参考、B、ファースト×エイティーコラボ曲、ハッシュハッシュが世界25カ国で iTunes、トップソング1位。ハッシュハッシュは、世界的に人気のある K-POP のグループとのコラボ曲ですので、まだ海外で聴いている人が少ない J-POP のジャンルで1位を取れるのは予定通りという展開とも言えるわけです。 ィーズのワールドツアーにも BE:FIRST が参加さらに7月20日と21日に開催されるィーズのワールドツアーでのロサンゼルス公演に BE:FIRST がオープニングアクトとしてゲスト出演することが発表されています参考 BE:FIRST 公式 X アカウントの投稿アーティストの単独ツアーに ゲストが出演するという方式はニュージーンズの東京ドーム公演において夜遊びやリナ・沢山さんが出演していたように最近は徐々に増えてきているケースではありますがまだまだ珍しいケースということもありファンの間では喜びの声もある一方で戸惑いや懸念の声もあるようですここで参考になるのはベビーメタルのケースでしょうベビーメタルはすでに様々なアーティストとのコラボを実現しており 直近ではドイツのバンドであるエレクトリックコールボーイとラタタタというコラボ楽曲をリリース。米国ビルボードチャートのハードロックデジタルソングセールス、チャートで1位、ドイツの YouTube のデイリーランキングで3位になるなど大きな話題になっています。特にベビーメタルとエレクトリックコールボーイは単純にコラボ楽曲をリリースしただけでなく、 さまざまな海外のフェスでもコラボステージを一緒に披露されているのが非常に印象的です。B ・ファーストとエイティーズのコラボも、今回のコラボが1回きりではなく継続的に続くかどうかでファンからの見え方もまた大きく変わってくると言えるでしょう。すでに増え始めている K-POP とのさまざまなコラボ。J-POP のボーイズグループと K-POP のボーイズグループのトリリンガルでのコラボ楽曲リリースという意味では、 今回の「ハッシュハッシュ」は画期的な事例ですが、一方で昨年の「紅白歌合戦」における YOASOBI とニュージーンズなどとのアイドル・コラボに代表されるように、日本の音楽番組での日本のアーティストと k p o p のアーティストのコラボ出演自体は、もはや珍しい出来事ではないぐらい普通に実施されるようになっています。また日本ののアーティストとと K-POP コラボという意味では ナンバーアンダーバー・アイがコーチェラに出演した際にジャクソン・ワンさんとサプライズコラボをしたケースもありますしブレイがエンハイペンの J さんとコラボをするなどすでに両者の境界線は解け始めコラボが増える下地はできているといえます今回の b ファーストとエと a t e ズのコラボが b ファーストが海外にもファンを増やすきっかけになり a t e ズが日本でファンをさらに増やすきっかけになるのであれば 今後日本で同様の海外グループとのコラボが増える可能性は高いと言えますまずは B、ファーストとエイティーズの投下交換コラボがどのような広がりを見せていくのかに注目したいと思いますどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう